はい、ワードツー。今日は何日だ？今日は、2018年4月の10日。10日。15時19分です。よろしくお願いします。お疲れ様です。最近ね、来なかったね、リュウホーデスマス。忙しかった？忙しいことはいいことだ。やることがあるっつうことはいいことだ。ネットはあれだから、羽を休める場所だから、ネットは。ここはね、どっぷり使ってはいけない世界なんだなって最近思い始めたよ。この世界にどっぷり浸かると、魔物がいるんですよ、魔物が。モンスターがいるの。で、そのモンスターに食われちゃう。ここが現実かのように思っちゃう。ここは現実じゃない。ネットの世界は虚像だから、虚像。なかなか来れなかったんだ。まあ、寂しかったけどね。でもまあ、なんか最近、こう来なくなった人たちがいたら、ああ、なんか現実になんか帰る場所があったんだなっていうふうに考えるようにしてるよね。いいことだな。卒業ですよ。卒業。はい、こんにちは。卒業。充実してますか？あれ、捨て頃 T シャツもう届くんじゃないの？だってもう送って結構経つよね。まだかな？もう今日届くんじゃないの？あれ、検索かけようか。ちょっと待ってね。検索かけるよ。検索かけまーす。はい、お疲れ。ちょっと待ってね。どれくらい届くかね。多分今日届くと思うけど。どれだ。ああ、10日の、もう届け済みって書いてあるよ。届け済みって書いてあるよ。ああ、いや、今日届くだ。郵便局にもう届いてるって。そっちの。今日届くよ。もう、ちょうどさっき、3時に、20分前に、届いたって書いてある。今日届くよ。YouTube で見てくれてんだ、ありがとう。のんちゃん帰ってこないし連絡取れないね。今日届く、今日届く。ありがとね。おかげさまで、もう少しで、あと残り5枚かな。でかいサイズ作らなきゃよかったな。もったいね。XL ぐらいまでちょうどよかったね。心配っつうか、まあ、なんか、最近様子おかしかったかな。荒野の追悼式行った時もなんか、女の声がしたっつって話してくんなくて。
で、その後、リスナーさんと飲みに行ったんだけど、また女の声がするって言って、塞ぎ込んで、それで朝起きたらいなかったから。やっぱり、俺がね、普通に女の人と会うのが嫌らしいね。でも、俺が別に女の人に会いに行ったわけじゃなくて、荒野に会いに行ったわけだから、俺は。そこはちょっと困っちゃうなと思うけど。まあ、もう、こればっかりはね、しょうがないよね。俺はのんちゃんのことが大好きだから、まあ、ねえ、束縛されても、まあ、俺が女の人とデートしてたとかだったら、あれだよ。女の人がデートしてたりとかしてたんだったら、まあ、ねえ、浮気だって言っていいかもしんないけど、それはちょっと難しいよね、やっぱりね。まあまあ大好きなんだけど、俺は結構辛いよ。俺は辛いよ。やっぱりそんなに頻繁に外に飲み行くわけじゃないけど、やっぱり遠くから来てくれる人とかいるから、俺にも付き合いっていうものがあるわけじゃん。で、そこで女性っていうだけで関われないっていう風になったら生きていけないからね。それはのりこも分かってるはずなんだけど、ちょっと困るよな、そこはな。どうしたらいいんだろうね、俺は。何をどうしたらいいのか。まあ本人も苦しんでるからね、どうしようもないことだけど。なんでそんなに過剰に。そう、女性が嫌なんだろうね。困るよな。まあ、心配だね。まあ、心配だよ。届いたのかな、みんなは T シャツ。まあ、のりこ自身もね、どうしたらいいのかわからない。あとね、なんか薬の量を減らしてるらしくて、なんかそれでうつがひどいっていうふうには言ってたから、まあそういうのもあるんだろうなと思って困ってるね。
暑いね、今日ね。暑いね。汗が。暑いな。よいしょ。ささやく冗談でいつもつながりを信じていた。砂漠が遠く見えそうな時も、ぼやけた六等星だけど
思い込みの恋に落ちた初めてプライドの柵を越えて、風のようなあんた届けたいよ、野生の残り火抱いて素足で走れば、柔らかい日々が波の音に染まる、幻を覚めないで、ねじけた思い出も捨てられず生きてきた、ギリギリ妄想だけで君と水になってずっと流れるよ、行き着いたその場所が最後だとしても、柔らかい日々が波の音に染まる。幻を覚めないで、渚は二人の夢を混ぜ合わせる、揺れながら輝いて、ああ輝いて、ああ柔らかい日々が波の音に染まる、幻を覚めないで、渚は二人の夢を混ぜ合わせる、揺れながら輝いて、
幼い微熱を下げられないまま神様の影を恐れて隠したナイフが似合わない僕をおどけた歌で慰めた色あせながらひび割れながら輝く術を求めて君と出会った奇跡がこの胸に溢れてるきっと今は自由に空も飛べるはず濡らした涙が海原へ流れたらずっとそばで笑っていてほしい切り札にしてた見え透いた嘘は満月の夜に破いた儚く揺れる髪の匂いで深い眠りから覚めて君と出会った奇跡がこの胸に溢れてるきっと今は自由に空も飛べるはずゴミできらめく世界が僕たちを拒んでもずっとそばで笑っていてほしいと出会った奇跡がこの胸に溢れてるきっと今は自由に風船ありがとう、夢を濡らした涙が海原へ流れたらずっとそばで笑っていてほしい。何多いってどうした？なんかあった？
バスの揺れ、バスの揺れ、バスの揺れ、風の言い方に強火。でもさっき、でもさ、バスの揺れ方で人生の意味が分かった日曜日。でもさ、君は運命の人だから強く手を握るよ。ここにいるのは優しいだけじゃなく偉大な獣。待って、きちんと歌うよ。愛はコンビニでも買えるけれど、もう少し探そうよ。変な下着に夢が弾けて抱き合って笑うよ。余計なことはしすぎるほどいいよ。扉開けたら走る遥かこの星の手まで。丸赤きでも呼吸をしながら君を乗せてゆく。 I need you 会えてただのユートピアも汚れた靴で通り過ぎるのさ。自力で見つけよう神様。ありがとう。あなたのことを深く愛せるかしら。子供みたいな光で僕を染める。風に吹かれた君の冷たい頬に触れてみた小さな午後。諦めかけた楽しい過去の日々に一度きりなら届きそうな気がしてた。誰も知らないとこへ流れるままにじゃれていた猫のようにふざけすぎて恋が幻でも構わないといつしか思っていた。壊れながら君を追いかけてく。近づいても遠くても知っていた。それが全てで何もないこと。時のシャワーの中で。そう、ロッキー。
この坂道もそろそろピークで、馬鹿らしい嘘も消え去りそうです。ふくろさんいらっしゃい。ブルー大切な季節を思い描いてたら、ちょうどいい頃に素敵な行動で、ものすごい高さに届きそうです。言葉より触れ合い求めて突き進む君へ。粉のように飛び出す切ないときめきです。今だけは逃げないで君を見つめてよ。やたら真面目な夜、なぜだか泣きそうになる。幸せは途切れながらも続くのです。やわやわなハートがしびれる心地よい針の刺激、わけもないのに輝く、それだけが愛の印。いつかあなたにはよ、少し強くなるために壊れたボートで一人漕いでゆく。夢の中でもわかる、めくるめく夜の不思議。和道軍団、そんなのないよ。和道軍団、梅干し食べたった、梅干し食べたった、梅干し食べたい、僕は今すぐ君に会いたい。とっても寂しい、とっても寂しい、僕は今すぐ君に会いたい。ねえ、ドラム叩きたいね。おー、イソロクさんどう？大丈夫？そっち
大変でしょ。チーズ。暖かい場所を探し泳いでた最後の離島で、大丈夫？君を見つめていた、君を見つめていた、同じリズムで揺れてたブランコであくびしそうな、君を見つめていた、君を見つめていた、夢じゃない。高い。映画の構想とか、まあまあまあ頭の中にはあるけど、なんかこう映像を見せた方が早いかなっていう、うん、まあまあありますね。なんかこう、うん、死生観というか、生きるっていうことと死ぬっていうことと、あとは恋愛を書こうと思ってます。愛を書く、愛を。When the night has come and the lair is dark and the moon with the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as longAs you stand by me. Movie の構想、うん、まあ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 、まっさらではないですね。うん、こういうものをこういうふうにこう撮りたいっていう、なんか映像が浮かぶんですよね。映像が浮かびますね。絵が映ってる。最後何歌おうかな。悩んでる体がつくて、指先は凍えるほど冷たい、どうした早く言ってしまえ、そう言われても私は弱い、あなたが死んでしまって、あたしもどんどん年老いて、
想像つかないくらいよ。そう今が何より大切で、スピード落とした白馬の揺れる少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、甘い匂いに襲われた私はカブトムシ、流れ星流れる苦しい嬉しい胸の痛み、生涯忘れるることはとはないでしょう。ダメだ、これ最後の歌にしたくないね。沖縄行きたいな。愛する人を守るため、大切なもの築くため、海へ出たのね。嵐の中で戦って、突風の中生き延びてここへ来たのね。このいいところよ、朝日が、キーがわかんねえ、キーが取れない。住み着く人もいるのよ、ゆっくり休みなさい。疲れた羽を癒す癒すのだけど、トビウオのアーチをくぐって、難しいな、歌唱力が。問われる。ないな。
躊躇してこの空の青の青さに心細くなる。信じるものすべてポケットに詰め込んでから、懐くさ揺れる線路を遠くまで歩いた。心に心に痛みがあるの、遠くで蜃気楼を揺れれて、または出ない、は雲の影に明日の夢を追いかけてた私は、あの空で。別れを思った汚れた世界に。延々バンドだっけ。悲しさは響いてない、どこかに通り過ぎてく、ただそれを待つだけ。体で素直になる。涙が止まらないだけど、どこへ行っても世界はルーを乗り越えてゆく。そしての歌が心に響き始める。ママの靴って早く走れなかった、泣かない話になった。日も出てて照れて、高さに見てた地図さえもう捨ててしまった。心に魔法があるの、嵐に羽広げ飛ぶよ私は。私は上空で。え、何、風船で泣くって何。私は上の空で、あなたの音を思い出した。そしてリズムが難しいな。はい、初見さんいらっしゃい。なんかしっくりこなかったな。しっくり曲、しっくりした曲で終わりたい。
クリクル曲で。おー、届いた、よかった。洗ってね、あのフレーバーがやばいから届いた、ありがとう。みなむし、紅に染まったこの俺を、六本Girls I'm really afraid It's fun to lose and to pretend She's over all and now I should know I know I owe a dirty well Hello, 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 hello バレにいらっしゃい。Hello, hello, 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 hello. With the lights out, with the dead dangers, do we are now, dangerous. This is how I feel stupid.Dangerous, here we are now, and dangerous. I'm a little albino, I'm a mosquito, my libido, yeah, yeah.6000円のギターで遊べてるよね。絶対もう元取れたよね。このギターは元は取れたと思う。6000円分使ってるよね。 Imagine there's no heavenIt tells you if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the peopleLiving today, yeah. Imagine there's no country, no countries. It isn't how to do. Nothing to care.Die for and only religion to imagine all the people living life and peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be strongImagine there's no peace. Imagine no positions. かな? I wonder if you can. ありがとう。 No need for good. わかんねえな。2番わかんねえよ。
カタカナで書いとけよ。ローマ字読めねえよ。なんかいい昼下がりだね。Do you have a time to listen to me why about nothing and everything all at once? I'm one of those melodic magic boots you love it to the bone of my nobody.Sometimes give myself the creeps. Sometimes my bed creeps on me. I take it to learn up. I think I'm crying up. Am I just paranoid? I just don't.カタカナにルビー振っとけって話だよね。ほんとそれ。てんてんてんてててんてん、ああ、もし俺がヒーローだったなら。ギター買ったんですねって。俺ギターあれだよ、もう1年ぐらい前から持ってるよ。悲しみを近づけやしないのに、こんなタラタタタ。ステゴロワンが企画としてスタートアウトしたぐらい。そうだね。パルパルぶん殴った時だから、ステゴロのちょい3ヶ月ぐらい前だ。真冬だったような気がすんな。うん。11月か12月だったね。うん。そうそう。なあ、もう2年ぐらい経つのか。のりこから連絡はないな。カラオケ行きたくなった。ギターで殴ってたら、まあまあまあ、ギターで殴らないでしょ。一応バンドマンだからね。
ギターは結構狂気になるかんね。なんか観客にギター放り投げてるとか、放り投げてるミュージシャンとか見ると正気かよと思うもんね。マジかと。放り投げたり叩き割るギターダミーであつらえるところある。へえ、それ用のギターがあるんだ。映画なんて10万円で撮れるで、300万で撮りたいね、うん、俺は10万円で撮れるとか撮れないとかいう問題じゃない。これじゃあカメラをこじってるだけ、便所のトゥクトゥクみたいに分かりやすくこじって企画を実行しろ。え、どういうこと？分かりやすくって。え、カメラこじってるだけって何？カメラこじってるだけっていいじゃん。300万欲しいよ。300万欲しいっすよ。欲しいね、300万。でも当たる1円もくれないじゃん。俺1円も当たるからもらったことないよ。300万なんて無理。まあとりあえず100万でよくね。当面の100でいいでしょ。トゥルットゥー、キュウリいるん？キュウリいらない、栄養ないから。カルシウムはいいんだよね、うん、まずなんか取らないと実績認めらんねえぜ。うん、まあそれでなんかめんどくせえじゃん。なんか実績を認めて金出しますってなんかかっこよくねえつうかさ、なんか映画撮りてえつってパッてやれよみたいなノリが好きだから、別になんかなんだろう、まあ道中を楽しんでるつうか急いでねえから、なんかその何にもないやつに300万投げられるっていうのが俺は結構熱いと思ってて、でそれでパッと気持ちよく映画を撮ってっていう、そういうプロセスを楽しみたいんだよね。なんかこうプレゼンしてなんかやって撮らせてくださいみたいになったら、俺はなんかそれ仕事じゃんとか思っちゃって、何のためにワドをやってんだろうみたいな、うん、あ、キュウリアイテムのこと、あ、どうなんだろう、うん、まあちょうだいじゃ、うん、ちょうだい。もうでも多分全部もらったんじゃないかな、投げらんないんじゃないかな俺には。なんかいっぱいもらってたよ冷やし中華。うん、ね、まあいいじゃん。ほんとなんか口出すの好きだよな。だからカメラ買って映画撮ればいいじゃん。なんでそんなみんななんか悲観的なの？なんでそんな悲観的になる必要があんの？別に何にもスタートしてないんだからさ、気持ちよくやろうよ。気持ちよく。うん。映画撮りたいんだから。気持ちよくやろうぜ。あいわかつ、うん、パラッパーってやろう。パラッパーってなんか難しく考えすぎだよみんな、うん、難しく考えないでさ気楽に行こう。気楽に、うん、今まで実力ないやつの自主映画見てきてるから言ってる。よくわかんないけど、何、あのインディー映画を今まで何本も見たって話？うん、安い金じゃないかもしんないけど、うん、いいじゃん。当たるに迷惑かかるわけじゃねえから。当たるが出すんだったら言うのはわかるけど、当たるが別に出すわけじゃないんだからいいんじゃね？
簡単に考えすぎ、ちゃんと行動しないと詐欺になるからまず気をつけないと。いやだってやる気満々だもん俺、うん、あ上限に達してるって。なんかさ、うん、なんかそんななんか難しい話じゃないと思ってて、別にパッて映画作ればいいだけなんじゃないの。多分主演俺かのりこになるね。見えないのはさ、それ当たるの問題じゃん。それは当たるの問題なんだって、うん、俺はやる気満々だよって言って当たるがそう見えないっつったら、あそうなんだっていう感じだけど、いやいやだって俺当たるから金もらおうなんて思ってないもん。当たるがくれないの知ってるから、ね、脈ないじゃん。当たるにプレゼンしても意味ねえじゃん。このさ映画の話詳しく聞かせてよっていう感じのさ、いや俺投資考えてるからっつったらさ、バチッとさプレゼンね、思い伝えるけど、当たるが投げないの知ってんだもん俺。うん、俺が25の時の映画あんの YouTube に。まあ見たいけど、300に達成しなかったら撮らないんだろう。いやだ達成するまでやるって。うん、いやだから訴えりゃいいじゃん。そうしたらあの花火投げたやつがじゃないの。俺カメラが欲しいんだもん。アタルの映画は興味あるね、見てみたいね。どんなん撮ったか、ショートムービー。まあ垂れ流していいんだったらここで、まあ、興味あるかな。いいよ心配しなくて。ありがとうよ。いいんだよ、そうやって生きてきたんだから。40分見ようかな、暇だから。流していいなら見たいね。流していいんだったら、うん、YouTube にあんの。25ってことは何年前。もうちょっと興味はあるな。よいしょ、じゃあキャプリます。許可取ったんで、アタルの映画見ようか。17年前、17年前すげえな。おスタジオ大丈夫なこれ、スタジオとか書いてあるけど、まあ本人がいいっつってんのがいいか。17年前、じゃあ上映。いやみんな見ていいってことでしょ、キャプっていいっつったんだから。みんなで見ようか。40分、しっかり広告入れてんな、腹立つな。しっかり広告入れてるわ。えちょっと待って、変なシーンない、当たる番になるようなシーンない、それだけ知りたいんだけど。なんかグロとかエロとかない、グロとエロある、ないか。 OK、 ありがとう。あ、ちょっと待って、音から最初から聞きたい。あれ？音ないの？最初。スタジオアートリバー。いいな、なんか。あ、ダメじゃん。なんだ、残念だな。無断、あ、無断じゃないよね。大丈夫だ。無断じゃない。本人の監督の許可取ったんだもんね。大丈夫だよね。よかった。セーフ。え、大丈夫なのこれ、ほんと。12歳って書いてあるよ。タバコ吸っていい？大丈夫。体積は禁止なんだ。会話もダメなの。会話するわ。睡眠もダメ。お、いいね。あ、いいね。お、かっこいい。かっこいい、かっこいい。お、いいね。お、センスあるわ。いや、かっこよくない？俺好きだよ、これ。え、好きなんだけど。仕掛けなんだよ。
かっこいい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 、あ、かっこいいかっこいいかっこいい、ホラーなの？ホラー？うん。まあまあかっこよかったけど声いらなかったね。ねえ、かっこよかったね、イリ。これ大丈夫？コンビを乗ってるんじゃない？あ、大丈夫なのかな。ホラーか。音ちょっと小さくするね。え、これアフターレコーディング？アテレコしてんのこれ。ね、木の音がしたからちょっと変だなと思ったんだよね。ね、いやだから空間コンクリートの音なのに。入れてるね、音ね。今からあなたの刑を執行します。私は刑の執行人です。よろしく。音が。あなたに残された時間はわずかですが、どうぞゆっくりと苦しんでください。後入れの雑音ダメだね。あと多分ノイズも入れてるね。紙も全部入れてる。ちょっと待てよ。はい。俺はどうしてここにいる？音がでかすぎる。ちょっとミックスが悪いね。ここのことはあなたに。あ、はじめまして、ケンチと申します。はい、もしもし。僕ファンです。超ファンです。ああ、ありがとうございます。はい、どうも。はい、はい、こんなこと初めてするんだよな。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今 YouTube 動画撮ってるんだけど、まあ頑張ってます。おっさんです。41歳のおっさんです。はい、わかりました。ケンチ、ファンの人はケンちゃんって呼び、配信者でもあります。ああ、そうなんですね。ケンちゃん、はい。カットまではいいからね。はい。配信か。はい。うん、そこまではいかないけど。はい。頑張ってます。あ、わかりました。はい。はい。ワンドさんみたいな。はい。忙しいんですか今。今放送中です僕。マジで。じゃあ見ます。はい、お願いします。ちょっと待って、え、どういうこと？ちょごめん、ストーリーが進みすぎてて。なんで和道リスナー？今からあなたの刑を執行します。私は刑の執行人です。よろしく。あなたに残された時間はわずかですが、どうぞゆっくりと苦しんでください。え、今ちょっと詰まっちゃダメなんです。あ、なんですか？もしもーし、僕あの、はい、メンヘラなんだけど。はい、メンヘラ。はい、はい、はい、統合失調患者症の2級といって、障害者なんだけど。障害者なんですか？うん、それと生活保護者。あ、はい。僕の放送の音回ってます？いや、切ってますよ、ちゃんと。ああ、はいはいはい。どうされたんですか？悩み相談ですか？はい、そうです。はあ、あのね、YouTube 動画見てたんだけど、あのライブ見てたんだけど、はい、AA っていう名前、
はいはいはい最はい。後のあたり、最後のあたり、ちょっと気づいたなと思う。なんだか、ファンの人はとにかなんく呼か、んでごくめんれなまさすい。ケンチャンさん、ケンチャンさん、なんか声が変なんですけど、後ろで音流してます？なんか。まあ、そうですね。動画作ってるんで、ちょっと移動してます。ごめんなさい。通話中だと声がかぶっちゃうんで、音は切っていただけるとありがたいんですけど。大丈夫ですよ。これで大丈夫ですよ。はい、どうぞ。もう結構忙しいんですよ。配信者としては。病気で頑張ってるんですよ。本当に、南方で。で、まあ、母さんも統合失調症で、二人暮らしで南方なんです。すごい、すごい、貧乏。で、配信者やって儲けようかなって頑張っているところです。母さんおかしいけど、ちょっと。最近おかしいんですよ、母さん。調子は。入院させたいんだけど、どうしようかなって。そこのとこわかりますか？ YouTube 見たんだ。YouTube 見たんだけど、いろいろと生活保護しちゃうのと。見たんだけどね。まあ、いいとこだなと思って。ありがとうございそういまうわす。かりますって感じ。そういうわかりますっていう感じ。ありがとうございます。よろしくお願いします。僕ね、社長のファンがついてて、すごいかわいい、スーパーかわいいとか言うんだけど、この人にお金もらおうかななんて聞いたことなくてるんだけど、まあ。配信について、ふわっとしたこと。スポンサーですね。わかりました。頑張ってください、配信活動。どうも、失礼します。俺はどうしてここにいる？君は誰だ？まず最初の質問ですが、ここのことはあなたに教える意味はありません。どうしてだ？そして私はあなたの死刑執行人の野瀬と申します。女の人演技うまそう。死刑？何言ってんだ、全然わかんねえぞ。それで結構です。何もわからないまま死ぬのもペナルティーの一つになりますから。ペナルティ先ほどの話に戻ります。刑の執行方法ですが、ゲームのようなものです。時間が経つにつれて、あなたの自由をカードに書かれている言葉によって奪っていき、最終的には死んでいただきます。どういうこと？死ぬの？俺が？なんで？大体言葉だけでそんなことできるわけねえだろうが。できますよ。お前何言ってるかわかんねえんだよ。悪いけどお前殴って帰るわ。なんでさ、当たるさ、これ説明させてんあの？なたセリどフうで。やってここに来たか覚えてます？昨日のことは？おとついはどうでしょう？覚えてないですよね。覚えてない。お前、何したんだ？答えろ！あなたの過去は人としての知識を残して全て消しました。
だから私やここの場所を知ったからといって帰ることはできないんです。または違反した行動の場合は、対象者の全筋肉が目いっぱい伸びるようになっています。そうなるとしばらくは続きますので、くれぐれも言葉は守ってください。終わるまで待ちますね。もう大丈夫ですか？ね、すごい疲れるでしょ？学生時代のフルマラソンを思い出しませんか？なんかね、勝者の方にさ、寄ってるよね。残念でした。見ちゃいましたね。ちょっと待っててくださいね。なんかまあ動画止めんのどうなんだろうね。なんかさ、そのに日本映画的というかさ、に日本映画的というか、そのなんだろうな、セリフの中にそのなんなんだろうね、まあいいや。なんかね、いやこういうことでもあるんだよ、その撮りたいっていうのは。なんつうんだろう。だからいつも言ってるさ、セリフの中にその説明を入れるとドラマとしてあの矛盾が生じるっていう部分ってあると思うんだよ。そういう部分とかをだから見せたいっていうのがあるの、自分の中に。すげえ難しいんだよな。今終わるまで待つっていう、今終わるまで待つっていうかさ、そのなんていうのかな、なんだろう、例えばさ、いつも言ってさ、私があなたのことなんで殺すか分かるっていうこととすごく似てて、その自分がその例えばそれはまあ手法なんだけど、見てる人をに説明をしようとするので、それはいらないんじゃないかっていうふうに思うかな。見てる人に説明はいらないっていうのが自分の考え方かな。必然性がないセリフが生まれてしまうんだよ。必然性がないセリフ。それって例えば、それをその脚本でやるんだったら、エヴァンゲリオンとかがうまくやってて、これって何ですかって言わせるんだよ。これって何っていうハテナマークのシーンを入れて、主人公がこれって何ですかって言って理解してる人が出てくると、それは成立するのよ。で、その、なんていうのかな、その、そうじゃないじゃん。これってさ、神の視点で見せてるわけじゃん。
だから俺最初にその女性がパッて出てきた時に対面だったでしょ。で、あ、面白いと思ったのが、これリスナーに言ってんのかなっていう、その視聴者側に言ってんのかなって、オーディエンス側に訴えてんのかなっていうのと、それを意図してやってるのか、説明が必要だからっていう部分でそれをやってるのかっていう。見てる側の想像力を消すっていうか、いや、300万別に超大作ではないと思うよ。例えば、その多分なんだけど、当たるはセットと、カメラとかが全部用意されてたの、編集の状態とか。だから1万円で作れますよっていうことを言ってんの。で、別に俺それ持ってないから。だからまあ、多分学校かなんか行ってたんじゃないの。なんて言うんだろうな。だから、なんだろう。パンってビンタのシーンがあるとするんじゃん。こう、女の子が男を叩くシーンがあるとするんじゃん。パンっていきなり。が入った後に、叩いた理由、なんで殴ったんだよ、とか、の後に、なんつうんだろう。そうそう、まず機材からだから。パンって殴った後に、殴る前とかに、なんか、例えばさ、人を殴るときにさ、今から私あなたのこと殴る。あなたのことが許せない。なぜだかわかる？浮気したからよ。パン。で、これ日本ドラマ的なのよ。でもさ、これってさ、見てる方って感情移入ができないのわかる？見てる方がパッと。だから、そういうところだと思うの。俺はセンスとか、で、例えばその1個のパンっていうシーンで、それだけの情報量があるわけじゃん。そこを省くっていうのと、追加するっていう情報があるわけよ。そのパンっていうのを後ろ向きで撮るのか、前から撮るのかで意味合いが全然変わるの。それはどういうことかっていうと、叩くシーンを女の子を正面から撮るっていうことは、女の子にフォーカスを当ててるのよ。女の子の心情を描いてるわけだ。で、叩く方を男性の方から撮ると、男性側に注目が行くように映画って作られてんのよ。だから、絵で見せる叩くセリフを、いや、だからやってんじゃん、今。だから、なんていうのかな。矛盾が発生するんだよね。だからまあ、撮った方が早えなっていうふうに思ってる。撮った方が早えなっていう。だから変わらない。撮った、ま、やってしまった方が早いんだよ。やっぱり。結論。ただまあ、設定が面白い。脚本書かない。書かない。要は、それってさ、いつも言うんだけど、スケジュールの問題だったりとか、大人数が共有するときのやり方じゃん。演者とかを。で、何月何日までに、これで覚えておいてね、役作っておいてね、カメラもこうしておいてねっていうことで、やるからなんだよ。インディーズで脚本書くとか台本書くって、要は、こういうことの意図でこういう風にやるから、こういう演技をしてねっていうことが意思疎通ができてないんだよ。いや、だから、いやいや、俺そういうことだと思うよ。全然。まあまあまあ、だから批判したいだけなんだよ、君たちは。君たちはいつもそうなんだよ。批判したいだけなんだよ。映画を撮ることも予算のことも何でもそうでしょ。舐めすぎって。見りゃいいじゃん。見ればいいよ。考えてた自分が覚えられないのは当たるの感性じゃん。俺は中にあるから。もう要は、なんつうんだろう。なぞるだけなんだよ。完成品はここにあんの、俺の中で。完成品がここにあった上でどう映すかなんだよ、俺の場合は。だから、冒涜も何もないじゃん。遊びなんだから、遊び。他でやってくれよ、他で。他でやってくれよ。なんで邪魔しに来るんだよ、君たちは、毎回毎回。
売るっていうか上映会はやろうと思ってるよ。うん、そう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 、やろうとしてるわけだから、俺は300必要だっていう判断をしてるわけ。うん、俺は300必要だっていう判断をしてる。だから DVD で売るのか、その YouTube で公開するのかっていう前に、俺はまずその上映会やるところっていうのをワンステップだっていう風に考えてる。うん、上映会をやるのがワンステップ。で、その後に、あ、これは無料で公開した方がいいなっていう風に考えるのか、うん、有料で DVD とかで販売する方がいいのか、その辺はまあ、作っていく中で、まあやってみようかなっていう、うん、そういう感覚かな。うん、世界の和道になるつもりなのかっていうか、俺はもう現在俺は世界の和道だと自分で思ってるからね今現在が世界の和道だと思ってる。うん、だからさ、そのなんだろう、いつも言うんだけど、無理だと思うんだったら無理で、別に俺に伝える必要ないし、10万で済むと思うのは10万で勝手にやればいいし、なんか俺が作りたいものが300かかるって言ってて、で10で済むって勝手に思ってるってどういうことみたいな。出資者でも何でもないでしょ。うん、そうそうそう、飛躍しすぎっていうか、そうじゃなくて別に俺は300貯まったら映画撮るよって言ってるだけだから。うん、まあまあ、ぶっころさんがそう思ってんのはそれでいいんじゃないの。いやいや、詐欺まがいに見えてしょうがないって言われてもね。うん、じゃあそれって映画と何の関係もないことじゃん。でしょそれって映画本質が楽しみかどうかとか、作ってもらいたいとかさ、そういうところじゃないわけじゃん。俺、個人に対する人格否定なんでしょ、ただ単に。うん、何努力をしないのって。何努力って。何努力って、努力って何当たる、何なの、何を指すの。例えば、例えば何を指すの、当たるにとってのその努力っていうのは。俺はちょっとよく分かんないんだけど。うん、いやいや、まあできないと思ってればいいんじゃないの。うん、いや、俺、ミースケが言ってるの合ってると思うよ。うん。18禁にはしないかな。18禁にはしない。出資者にも俺は、なんかファイナル決、あ、ありがとうございます、ボキさん。うん。出資者にも口出しはさせないし、出資してない人はましてや、全く関係ないもんだって思ってるよ、俺は。全く。できないっていう風に決まってないからね、俺はできると思ってやってるからな。うん、めんどくさい、この人、健一っていう人。何？
お前みたいなやつを死ぬほど見てきた。今見てればいいんじゃん。いや、見てればいいじゃん。だからさ、その映画が作られない前提で話が進んでるからね。映画が作られない前提。だから俺が見てること全然違うんだもん。話が合わないよ。だって俺映画作る前提で話してるんだもん。だってあなたたち映画作らない前提じゃん。そもそもが。そもそもがそうじゃん。いや、だから25万のカメラ欲しいよ、俺は。欲しいから、出資者を募ってるわけだから。だから、それは、だから、ポーラケ商品が勝手に未来を想定してやってるわけでしょ。勝手に未来を決めてやってるわけじゃん。で、俺は作るよって言ってんだよ。作るから、カメラを買うからよろしくねって言ってんだから。で、ポーラケ商品は別にこのプロジェクトに参加しないわけなんだから。全然、蚊帳の外じゃん。何をそんなに、カッカカッカなってんのか俺はわかんない。どうなの？利益分配しないです。しません。全くありません。ねえ。それが俺はよくわかんない。正直。乞食なのかな、どうなんだろうね。乞食なのかな。出資した人は有料。持ちの論で有料。心配をするなじゃなくて、俺はやるつもりでやってんのよ。心配じゃないじゃん。それってやってることも否定なの。じゃあ具体的にどうしてって言ってんの。ポーラケ商品は。企画自体へサジを投げろって言ってんの。嫌です。お断りします。だったら自分がやらなきゃいいだけじゃん。そういう時はリプ使って。そういう時はリプ使って。覚悟しとけば何も、作るっつって作るんだからいいじゃん。別に。さっきから言ってんじゃん。作るよって。 ずっと言ってんだから。割増じゃないよ、通常料金。300ないと無理なのか。一応ね、100から取り始めようと思ってるね。100っつうか、多分、50ぐらいでレンズとカメラが手に入るから、その辺からはもう作り始めていいのかなっていう。で、編集作業が入ってくるのが、パソコンとファイナルカット必要だから、それでまあ100ぐらい使うから、取り始めていいのかなっていうふうに思ってる。あ、出たい人は全然声かけてもらったら、出資者じゃなくてもいるよ。あ、協力したいとか出たいって言ってる人はもうすでにいる。撮りたいとかカメラマンやりたいとか、照明さん、ね、もしかしたら参加するかもとかは進んでる。だから、まあ、そこは別に金取るつもりはないかな。AD やりたかったら別にやればいい、全然いいよ、本当に。いや、アンチを乗り越えてっつうか、アンチとかどうこうじゃなくてさ、なんだろうね、何を言ってんのか全然わかんないんだよね。騙されるなとかさ、詐欺まがいとかさ、もう風評被害じゃん、ただの。風評被害。何がそんなに怖いんだろうっていう。全然よくわかんないよね。金は欲しいね。金は欲しいね。
やりたいことに必要なものがあるんですよ。金は欲しいですね。ちょっとルール守ってよ。プロフィールページ見てくれない？人の枠で荒らすのやめてよ。だったら当たるの枠でやりなよ。みんなで集まって。そうじゃないの？当たるの枠でやりなよ。プロフィールページ読んでよ。作りたいだけ。事業としてはやらない。俺は仕事しないって決めてるから。作りたいだけです。ぶっころさんとジャストミート当たると、ポーラ化粧品とシュテファンは他でやってください。他で。ここはそういう場ではないんで、よろしくお願いします。いやいや、いいのいいのいいの。どうせカメラ映画に使うんだから。なんでやりたいことをやろうとすると、それをやめさせようとする人間が現れるんだろう。どうぞどうぞ。はいはい、さよなら。なんだろうな。なんか、事業でやるっていうのも違うと思ってるかな。なんか、なんつうんだろうな。ワクワクしてないんだよね。アンチ扱いはしてないから。勝手にそういう風に思ってるわけじゃん。そうじゃなくて、俺は映画を撮りたいって言ってるんだから、それは違うでしょって言ってんのよ。わかる？俺はポーラ化粧品がアンチだって言ってないよ。当たるがアンチだって言ってないじゃん。決めつけは良くなくないっつってんの。決めつけは。わかる？だから、それは受け取り方でしょ。ポーラ化粧品の。俺は別にアンチ扱いしてないよ。ただ、それはポーラ化粧品が最初から、なんだよ、じゃあねっつって何回言うのよ。もう3回ぐらい言ってるでしょ、さよならって。本当にこんなんばっかりだかんね。本当にこんなのばっかりだかんね。そうそう、前提が違う方向向いてるんだから、話し合うわけないんだから。そうそう、弁当作り屋 YouTuber だからね。執念の有無つうか。そもそも、ここ別に映画作るのか作らないのか、なんか競馬の予想誌みたいになってるから、みんな。いや、俺それやられても困るから、他でやってくんないって思ってんの。それ別にさ、ツイッターでもさ、当たるの枠でも、どこでもできることじゃん。なんで俺の枠でそれをやるんだよっていう。なんか、他でやればいいのにっていう。すげえ邪魔なんだけど。だから、ちゃんと映画撮るなら全く問題なしなら問題なしだから。例えばね、だから、俺がお金集まりました、映画撮ります、でも撮りませんでした、やめますって言ったら問題にするならわかるよ。でもさ、300万も集まってなければ、カメラも買ってなければ何にもしてないわけよ。で、その時点で決めつけで、もう未来確定形で、そのシナリオを書いてるわけじゃん。いや、そんなこと言われてもっていうふうに思ってるわけ。いや、だったら最初から諦めたらダメだよって、一緒に頑張ろうねって言えばいいじゃん。そう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 。お前が詐欺師だから言ってんの？っていうか、当たるはもうさいならなんじゃなかったの？さいならじゃないの？いや、25万、だからポンって振り込まれたらすぐ買いに行くよ。今買いに行くよ。今。だから言いたいだけじゃなくて、いや、まあ、いいんじゃない？言いたいだけで、全然。買いに行くよ。
そこ。うん。いや こんなんばっかりだからね。旅のお金なんか、旅は旅やりたいからお金っていう、旅の名目でお金募ったことないの。生活費の中で普通にアイテムもらってるやつを貯めて自分で行ったの。だから前提が誤解なの、ミニクボさん。誰が言い始めたの？旅の資金とかじゃないから、旅の資金募ったこと俺一回もないんだよ。うん。なんで殴りてえの？全然意味わかんないんだけど。フォローありがとう。意味がわかんないでしょ。いやいや、殴りたいって言われても何言ってんのだよ。うん。いや、当たるから別に25振り込む必要はないじゃん。俺、そういうの嫌なのね。うん。スポンサーずらされても困るから。いや、そうだよ。旅配信そうだよ。いや、当たる電話出るよ、全然。当たるが電話かけてきたら。全然出るけど、だけど、なんつうんだろう、当たるは金出す気ないの知ってるから、言いたいだけって言ってるじゃん。だから俺からしたら部外者だから。スタートラインに立つ前のアップ始めた段階、フライングって言われてる状態。そういうこと、そういうこと。そういうこと、そういうこと。いや、全然、だから論破っていうか、いや、まともな意見だったら聞くよ。でも、端から詐欺師だとか、嘘つきだとか、企画は絶対ダメなんだっていう理由、ことを言ってるわけだから、お話にならないよ。はいはい、いってらっしゃい。バイバイ。旅始める前に金集めてないよ。たまったら旅に出ますじゃないよ。言ってない、言ってない。言ってない、言ってない。アーカイブだって残ってるんだから。言ってない、言ってない。いや、ご飯行っておいで。ご飯行っておいで。当たる。はいはいはい。本当に行ってらっしゃい。さよなら。わかったよ。もう飯食いなよ。これ、飯食いながらコメント書くパティーンじゃないの。だって、そんなの300たまらないと何も買えないんだから。まあ、とりあえず、当面のカメラ25。その後にレンズ。その後にファイナルカットって順番があるんだから。そんなどうしようもないかんね。鼻から否定されてるからね。まず根本が絶対やらない前提だから、いや、そんなこと言われてもなーっていう。で、金は出さないっつって。で、詐欺だって言って、えー、みたいな。いや、少なくとも、いや、ここに28,523円は、それ目的で投げてくれてるわけだから、投げたことある人が諦めんなよって言うんだったら、いや、分かったわってなるけど、人の夢とかやりたいことにケチつける人間ってなんだろうな。嫉妬なのか。いや、多分余裕がないとかじゃなくて、なんつうんだろう。嫌なんだよ。俺に300も集まってきてほしくないっていう願望と、俺に映画を撮ってほしくないっていう願望が働いてんの。そう。なんて言うんだろう。お前はこういう風にいてほしいみたいな。だから、お前はダメなキャラでいてほしい。お前は詐欺師であってほしいっていう、それは願望なんだよ。それは、なんか、節々に感じるもん。やっぱ、リスナーと向き合ってて。こういう風であってほしいんだろうなっていうの。だから、ポーラ化粧品の本当の本当の本音を聞きたいんだけど、299万円をね、貯まった段階で、誰かが暴露枠をして、のんちゃんとかが、で、和道はパチンコに金を使い込んだよって言ってほしいの。ポーラ化粧品を。止めたからなって言って、それでリスナーさんから訴えられて、ニュースとかに載って逮捕されるのが見たいの。これ願望なの。止めてるふりして。そんな感じしない？そんな感じしない？どうなの？ポーラ系だから、俺、囲いとアンチっていう考え方が嫌いなの。囲いもアンチもないでしょっていう。だって、一人の人間のやること全てを肯定できるって、俺、気持ち悪いもん。だから、この部分に関しては賛同できる。この部分に関しては俺は否定的だわっていうのが、俺、普通の人間だと思ってて。なんでネットって、全部正しいっていう囲いと、全部間違ってるっていうアンチの二極化にしようとするのか、俺はわからない。だから、別にポーラ化粧品が囲いとかアンチとか、俺は考えたことないよ。俺はコメント拾ってるだけ。それは仕事だから。だから、前例なんてないって。前例なんてないって。
だからそのもしね、何かをその前提があるからっていうんだったら、前提を持ち出して言えばいいじゃんって言ってんの。逮捕されるところが見たかったらロムってる。なんだろうね。なんだろう。俺はなんかよくわからないんだよね、その感覚が。例えば、じゃあ、便所さんのトゥクトゥクに対して俺なんか言った？別に何にもな、感じないの？あ、トゥクトゥク買ったんだ。へえ。終わりなの。で、トゥクトゥク見せてもらって、あ、かっこいいっすね。いいっすね。で、終わりなの。で、トゥクトゥクやってる時も別に何もなかったの。へえ、うまいことやってんなって。で、終わりなんだよね、俺の中では。だから、なんかその、なんだろう、何かその人のことに対してこうカッカカッカなれるっていうのがわからないんだよ、俺の中の感覚にないから。この人たち何言ってんだろうなっていう。応援しろとは言わないけど、強制はしないけど、まあね、何年かかるかわかんないけど。それは結果論だ。便所は有言実行したっていうのは。結果論だ。いや、別にこんなことないよ。だから俺逆に聞きたいの。ポーラ化粧品とか何を前提に言ってるのかとか。だから何を前提に言ってるのかによって話が変わってくるでしょ。あ、さあ、その、なんとかさんはさ、前例があるから忠告してるんじゃないですかっていうのは、その前例って何なの？前例っていうのは。いやいや、話変えないで。前例があるから忠告してるんじゃないですかって言って、その前例が出てこないじゃん。何のことを言ってんの、その前例っていうのは。想像でしょ。一般論で想像でしょ。いや、一般論じゃない。あなたの考えでしょ。違うのかな。インテガさんか。インテガさんの考えでしょ。一般論じゃなくて。今まで途中リタイアしてきたって何？俺はやり遂げてきたつもりなんだけど。できないことはできなかった、ごめんねっていうふうにちゃんと謝罪もしてるし。できなかったものは認めてるわけじゃん。途中で放り投げたものってないよ、俺。はい、こんばんは。企画をだからできなかったっていう、途中でやめちゃうんじゃないよ。無理だったわっつって、やらないよって言ったのをぐじ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 掘り返してるのは君たちだよ。インテカではないのね。俺はしっかり終止符を打ったから、こうこうこういう理由でこうでこうでこうだったよって、でこうだからできないよって何度も説明してるもん。だからそれは俺の中では同じではないから。イントさん、だけど別に金銭的にどっかから文句が来たわけじゃないからね。だってさ、実際さ、その旅のさ、お金をさ、ね、旅します、企画します、これでお金集めます、でパチンコ使いました、で、企画が頓挫しましたって勝手に決められてるけど、そんなこと一つもないんだよ。なんでへりくつなんだよ。ふざけんじゃねえよ。へりくつこねてんのはそっちだろ。すっげえムカつくんだけど。へりくつばっかでダメ。俺、何にもないことをめちゃめちゃ言われて、正しいことを普通にありのまま伝えたらへりくつ。めちゃくちゃだろ。へりくつこねてんのはお前だろ。すげえな、本当に。この喋りが本編なの。 この喋りが本編は面白いね。旅の時来てたって何？俺は基本的に、なんかの名目でっていうふうにやらないの。
生活食っていくために、私利私欲のために使うからねって言ってるから。言ってないよ。言ってないよ。むしろその人たち、私たち投げてたけど、和道さんは旅の名目でそもそも募ってないって私たち分かって投げてますからって、アンチに釘刺してたもん。アンチに釘刺してたもん。投げてた人が。私たちはただ、和道さんがいつも言ってるように、今やってるアクションに対して投げてるだけだからって。何道理が通ってないって。できない、ごめんなさいって言ってるのをぐじぐじ言ってんだよ。それは違う、それは違う、言い訳だ、へりくつだって、だったらその YouTube の中に全部去年の動画全部残ってるんだから、この時のこのシーン何秒のところにそのほら矛盾してるじゃんってコメントが書かれたこと俺一回もないのよ。だってアーカイブ全部 YouTube に上がってるんだから、な、証拠が出せよっつっても出てこないのよ。みんなが勝手に言ってるだけだから、出してきなよ。ポーラ化粧品残ってんだから、俺の YouTube に、旅やってる時、旅やる前、全部残ってるよ。で YouTube のコメント欄に何分何秒って書いたら俺見えるから、そしたら全部見るからでしょ。なんでそれをやらないの、その議論を持ち出すなら。え、どういうこと、どういうこと。今はだから結果は分かってないでしょっつってんの。過去のことを言うんだったら過去のタイムシフトに対してコメント書いてっつってんの。いや俺キートスでやんないよ。リスナーからの期待値が投げ銭の額に影響する。何を言っても現実変わらない。囲いがもっと頑張って投げないと。ああ、いやいや別に増やそうと思って議論してるわけじゃないから、増やそうと思って議論をしてないから俺は、エルヴィンこんにちは。はい、わざつ。なんか温度差がすげえ感じる。温度差がなんかもっと肩の力抜いて楽しくやろうよっていう肩の力抜いて何撮ろっかみたいなノリがすげえ楽しいよ。え、ワドこのシーン刺そうぜとかさ、ちょっとそのシーンのカット見せてよっつって、これどうした方がいいかなみたいな、前のシーン考えたらこうした方がかっこいいんじゃねとかさ、俺そういう感じでやりたいんだけどね。何なんだろうね、わかんない。俺はリスナーじゃないからわかんない、タバコ吸いすぎなんだよね、値引きして30万で作れ、嫌かな、値引きとかそういう問題じゃなくて、例えば、300万のハーレーダビッドソン欲しいんだよねって言ったら、いや30万の原付の方が燃費がいい、30万でも道路走れるむしろ乗り心地がいいいやそうじゃなくて、俺は300万のハーレーに乗って遊びたいんだよねお前はバカだ、ホンダの株なんて20万だ、まあいい、アメリカンが乗りたいならマグナでいいよ、原付のマグナみたいな会話に聞こえんのよいやお前が買えよそれみたいな、お前が勝手にやってくれよって言ってんだけど、いやお前は詐欺師だ、お前は前科があるみたいな、もういやお前はってどっちがヘリクツこねてんだよみたいな、俺300でハーレー買うんだからいいじゃんみたいな、そんな感じだね。いや俺はそういう感覚何言ってんだろうみたいな、そうそう俺はいやマグナじゃなくてハーレーが乗りたいんだよねって言ってんの、いやディオいいでしょ、全然いいバイクでしょディオ、ただディオが欲しい人はディオ買いなよって感じで、なんで俺にディオを乗らせたいのかが分かんないんだよなっていう感覚ね俺の、いやもう面白いでしょこんなの、笑うしかないでしょ
300もかかるかどうか、俺がかかるっつってんだからかかるんだよ。俺がかかるっつってんだからかかるんだよ。うん、そう、お前にハーレーはまだ早いみたいな。そもそも足が短いとか、なんか、あーみたいな。でもハーレー乗りたいんだよねって言っても聞いてくんないみたいな。いや、でもハーレーは重たいとか、そもそもお前は免許を持ってないとか。そうそう、ほら、絶対言うと思った。免許ないじゃん。言うと思った、うん、余ったお金を貯金しないよ、貯金しないよ。まあさっきも言ったけど、25万でカメラね、で、レンズ、それから、編集するパソコンであったりとか、ファイナルカット、編集ソフトとか、そういうので、まあもろもろ100かかると。でもこれさえ揃ったら撮影は開始できるんだけど、ロケ地であったりなんだかんだっていうのは、300っていうのは、残り200っていうのは絶対必要になってくるのよ。だからその部分に使うから、とりあえず100だから、もう25でカメラ速攻買っちゃって、で次のお金が貯まったらレンズ買ってってやっていくからねって、荒れないようにこの方法を取ってるのよ、俺の中では。もちろん、例えばカメラ25万で手に入ってやめますって言ったらわかるよ、みんなが言ってることは。そう、っていう感じ。逆に300で作るの厳しいぐらいだよ。うん、いや別に納得してほしいとも思ってないのよ。そこがギャップなの、店員さん。まあ俺はなんか映画作りたいからっつって、作るからって言って、もしよかったら支援してねって言って、投げてくれる人が投げてくれる感覚でいいと思ってんので、その仕事じゃねえんだから、プレゼンテーション広げて、こういう企画でこうで、こういうキャスティングでってやりたくないの、めんどくさいから。それ仕事じゃん、俺仕事にしたくないんだよ、根本が。うん、談判職終わってからにしないよってどういうこと？なんで？なんで談判塾終わってからにしないといけないの？うん。なんで？ペヤングさん。別にいいじゃん。うん。そう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 。そうそうそう。俺が最高傑作だと思ってればいいと思ってるから。うん。そう。うん、え、和道がずっと嘘ついてお金騙して取ってるみたいなこと、みんなが言いたいかどうか分かんない。俺は分かんないね。みんなそれぞれにそれぞれの思いがあるから。うん、難関塾やりながらそうだね。うん、難関塾やりながら映画かな。うん、最悪駐車場ないじゃんって理由もつけてきそう。もうだからね、なんか議論する場所そこじゃねえっていうか、それは別でやってくれって思うよね。なんか俺は仲間たちとどんな映画撮るとか、そのこういうシーンがこうこうでっていう話がしたくてしょうがないのに、なんかその全く望んでない議論をここでされるのすげえ困るって感じ。うん、だから便所さんが言ってたんでしょ。知らないよそんなの。便所さんが言ってるんでしょ。それは便所さんに言いなよ。うん、俺が言ってることじゃないから。俺が言ってることはあくまで、ツイッターとか YouTube とかフォローしてたら公式からアナウンスが出てるんだから、なんでフォローしてないのって言ってるだけで。うん、なんか、信じる信じないみたいな議論多すぎるんだよ、配信者って。なんか、これは信じる。こいつの言うことは信じられる。こいつは信じられないみたいな。いや俺そうじゃなくて、運営さんから普通に、談判塾終了しましたとか、別に、なるでしょ。何のアナウンスも、なんで、その、便所さんが知ってるのか、俺は逆に知りたいんだよね。それ、便所さんの想像でしょ？便所さんの想像。そうそうそう。なんか、信じるとか信じないとかじゃなくて、いや、談判塾気になるならフォローしときゃいいんじゃないのみたいな。っていう感覚なんだよね、俺は。別に、ね、興味ないんだったらフォローしなきゃいいだけの話で。うん、俺は談判塾のね、スタッフだから、運営ではないから、うん、権限、越権行為でしょ。俺が、その談判塾は終わったとか言ったら。そうじゃない？
勝手すぎるでしょ。あ、そうそうそう。なんかテレビタックルの UFO 肯定派、UFO 否定派みたいな議論に見えちゃう、俺も。全く一緒。俺もそういう感覚になる。そう。うん。だから、支援者から訴えられたら罪でしょ？訴えられたら罪でしょ？なんでそれ前提でみんな話を進めてるの？だからね、テンさんね、まだ言ってもわかんないんだよ。男感塾終わったのじゃなくて、こんだけ説明したの。俺は今、男感塾がもし終わるんだったら、運営さんに問い合わせるべきだし、運営さんからのアナウンスを待つべきじゃないの。で、俺は一スタッフで運営ではないから、俺から何か言うことはないよって。だからツイッターフォローすればっていう話が終わった瞬間に、テンさんは男感塾終わったのって言ってんの。話聞いてないんだって。 こんだけ説明して、こんだけ丁寧に言って、俺に質問してんだもん。だから質問する相手間違えてるでしょって言ってんの、俺は。T シャツも赤字カツカツじゃないよ。実際赤だからね。実際赤だからね。2800円だから。だからポーラは間違いまくってるの。そもそも T シャツそのものの原価、あのね、じゃあね、捨て頃言おうか。全く分かってないんだよ。備品を揃えたり、ね、ジムに10万払ったりとか、全部かかってるんだよ。ね。分かってないんだよ、全く。だし、横断幕の、もう作ってるし、いろんなものにお金かかってるの。で、ましてや、ポーラは、ね、買ってないのよ、T シャツを。買ってないのに嘘だもクソもないんだって。俺が勝手に5000円で売ったものなの。当たり前じゃん。原価乗せて何が悪いの？赤だよ、実際。捨て頃。1万5000円で出てんだよ、俺。赤だよ。赤です。完売してないから赤なんでしょって。赤だよ。なんで勝手に黒にしてんだよ。赤だよ。現実赤なんだよ。分かってないな、マジで。ていうか、のんちゃん連絡取れねえな、マジで。そんなことより、のりこだよ。あのね、じゃあね、鮫島さんにね、ユニフォーム、金も取るわけにいかないでしょ？カズさん、セコンドさん、ロハコさんだったけど、の分とかもかかってるわけですよ。だから、赤なのは赤なの。赤は赤なの。現実として。で、商売で牛丼仕入れてロスが出るとか、備品でダメになるとか、赤は赤なの。だから俺が言ってたこと正しかったの、読み通りなの。それをね、君たちは足し算と引き算で、5000円で売るものを2800円で引いてかける30でやってるでしょ。黒じゃんって。商売分かってないんだって。映ってない、映ってない。それもツイッターで俺言ってるの。まだ売り切ってないですよって。じゃあ俺はどうやって生活してるのよ。リスナーさんからの投げ銭、原資は全部リスナーさんからの投げ銭なんだから。そんなこと言ったら全部リスナーさんからの金だよ。グッズも大変よ。なんで横断幕のが気に入らないんだったら買わないといけ、買わなきゃいいんじゃないのっていう話じゃないの。違う？買わなきゃいいんじゃないの？で、買ってない人が文句言うってどういうこと？買ってる人から文句出てないけど。買ってる人から文句出てないけど。そう、原価で売れって言ってるの？で、あなたは嘘をついてるの。
黒だったじゃんって。いや、今現在赤ですけどって言ってんの。なんでそこ認めないの？違う、6800円じゃないです。24800円です。だから調べもしないで言ってんの。俺は24800円で売るって公表してるから。もうだから、もう前提の情報が違うの。俺はツイッターでちゃんと買ってくれる人にアナウンス流してるから。わかる？ちゃんと分かった上で話そうよ。事実を元にして話そうよ。うん。原価で売るっていうのは売るにならないから。うん。24,800 円です。定価は。うん。定価はね。T シャツの原価は2800円って俺から言ってるんだって、天使。みんなそのことが言いたいんじゃないの？じゃないの？天使が知らないだけなの。原価いくらって聞かれたら、あ、2800円かかったよって言ったの。だから、1枚売れたらギリギリ日当にならないんだって。それ5000円でしょ？ 2800 円の原価がかかって、もろもろかかってるんだから。なんでそれが日給になると思ってんのよ。どういうことよ。うん。別に、だから、ブランド物ならじゃないよ。別に俺がいくらで売ったっていいんだよ。100万円で売ってんだよ。100万円で売っていいんだよ。別に。詐欺でも何でもないんだよ。で、5000円で買った人が、何、こんなの、こんなペラペラなので、5000円高いよって言ってるんだったらわかるよ。うん。だから、原価ギリギリなの。売れてねえんだから。わかんねえな。もう、だから、その商売のこと分かってないのになんで突っ込んでくんのよ。うん、なんでバイトすればいいんだよ。そもそも話が違うでしょ。嘘をつくのやめてっつってんの。嘘をつくのどこがへりくつなんだよ。いやいや、もう冗談にならないでしょそんなの。もうへりくつめちゃめちゃこねられてんの。俺の方なんだから。そうそうそう。なんだここ、ラーメンじゃねえ、こんなもん、みたいなね。なんだこれ、みたいな。色濁ってるしよ、みたいな。いや、写真見てくださいって。写真なんか関係ねえ。俺の地元ではそうじゃねえんだよ、みたいな。なんだこれ、麺太いしよ、みたいな。太麺って書いてありますよね、みたいな。知らねえよ、とか言って。もう帰ってくださいっていう。だから俺は帰ってくれって言ってんだけど。うん、いや、だから商売なんか別に俺が100万で売ってもいいんだよ、 T シャツ。そこは悪ではないから、うん、別に好きな値段で買えばいいんだよ。好きな値段で売ればいいんだよ。めちゃくちゃだよ、もう。だから、まことちゃんさ、俺はツイッターとかフォローしてね、ツイッターとかにだから全部書くかんねって言ってるから、ツイッター見てきて。うん。俺は公表してるから。うん。で、わからないのに議論に参加しようとするのがわからないの、俺は。わかった上でここ納得いかないって言うんだったらわかるんだけど、わからないのに納得いかないとか議論に参加するっていうのは、俺よくそのポジションがわかんないから、ツイッターをフォローしてればわかってるから。うん。ツイッターに全部書いてある。4時間前にツイートしたばっかりなの。ほら。ここまでやってんだよ、俺。ここまでやってんだよ。ねえ。なんで俺叩かれんの？ちゃんとアナウンスやってるじゃん。やってない？なんでこれを見ないで、なんなんだよ、みたいな。知らねえよ。しかも買わない人が。買う人が文句言うんだったら対応はするよ。うん。だから嘘じゃないです。ありがとう、エンマ。映画撮るよ。アイテムありがとう。ありがとうございます。そう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 。あ、わかんねえな、マジで。全然意味わかんないよ。うん。詐欺じゃないから。世の中の商売別に自由市場なんだから、原価がいくらであろうが何であろうが別に売ってひんだよ、いくらでも。世間知らずなだけだよ、これ。
だからお得って思ってるやつがいると思ってんのかじゃなくて、俺のやり方にケチつけんなっつの。買わねえんだから。別に買わなきゃいいじゃん。でしょ？買わなきゃいいんだから。違うの。俺は買ってくれる人を探してんの。映画に対してスポンサーを探してるの。だからもう映画も見る気もない、興味もない、詐欺だって言ってる人は他でやってっつっての。うん、他でやって、他で。で俺が気に入らないんだったら見なきゃいいから。でしょ。ありがとう、いいね2つありがとう、ありがとうございます。自分で決めて。うん、自分ではっきり決めて。 OK。 うん、文句があるなら見なきゃいい。文句があるなら見なきゃいい。いいね10個ありがとう。 OK？ 伝わった？ OK？ うん、な、何が詐欺なんだよ。どこが詐欺なんだよ。めちゃくちゃだな、もう。うん。いやもうね、ちゃんまる疲れるよ、俺。ほんと疲れるんだよ、これ。2400円じゃなくて2800円だっつってんの。何回言わせんだよ。2800円だよ。もう。話なんかでかくしてねえよ。お前らがついてくるから、相手してやってたら、お前らがなんかちょっと墨がをでかく、あ、詐欺だ、あ、あ、先生、先生詐欺です、詐欺だ、あ、あーみたいになってんの。お前らだから。お前らが聞いて、隅っこの、ね、原価いくらって、うん、2800円ですよって言って。あ、あ、あ、詐欺、詐欺師がいるみたいになってんの。お前らだから。もう他でやれよ。邪魔なんだよ、商売の。いや嫌いじゃないんだよ。いやね、俺のタチの悪いところは、このノリ嫌いじゃないから厄介なんだよ。ここがね、ここが俺の悪いところだ。こいつらと遊んでんのめちゃくちゃ楽しいんだよ。何回言ってもわかんないから。MC アイテムありがとう。俺は嫌いじゃないの。ただね、もう疲れるんだよ。もう5分でいいの。5分、1時間に1回5分でいいところをこいつらもずっと擦るんだよ。擦って、擦って、擦って。そう。穴開くまで叩くから。うん。いや、ヘロヘロになるよ。ちょっと休憩挟みたくなるでしょ、そんなもん。ちょっと休憩取るわってなるでしょ。うん。疲れるわ。炎上とかじゃないじゃん。別に誰も興味ねえよ、こんなもん。うん。商売やってるつもりないもん。だから遊んでる感覚なの、俺からすると。なんか遊びを邪魔されてる感じがすんのよ。別になんか映画撮りてえから撮るとか、T シャツ作りてえから作るってだけで、で買いたい人いたら連絡してねっつって、買わねえやつが文句言ってるだけだと思ってるから。うん。買いたいやつは買ってるからね。で、俺らが満足してんなら別にいいんじゃない？それで。なんで買わないやつが文句言ってんの？それがよくわかんねえわ。うん。買った人たちと俺が満足してんなら、だから羨ましいのかね？何なんだろう。ちょっとわかんねえな、本当に。俺と買った人が満足して関係が整ってんならいいんじゃないの？どこが詐欺なの？どこが詐欺なの？わかんない、もう。なんで二十数枚売れてクレームが一着もないのに騒いでんだろう。初見さんいらっしゃい、アイテムありがとう。何の映画撮るんですか？何系？まあまあまあ、創作物ですね。創作系の映画撮りますね。うん、鉄道さんありがとうございます。疲れるよ、本当に。うん、めちゃくちゃ疲れる。うん、いや、だから内訳とか別に隠す必要ないじゃん。別に。まあ聞かれたら答えるっていうか。うん。でもまあ全然隠すことはねえから、みたいな。
遊びでやってるから金集まんねえのかな。いいんじゃん。だってなんか仕事でやりたくないもん。だったら映画会社とかに真面目に専門学校行って働いたりとかするんじゃないの普通は。うん、俺それできないからね。やりたくないし遊びで撮りたいだけだから、うん、なんで遊びをつまんなくすんの。遊ぼうぜ、うん、うん、俺だって面白くやりたいよ。いやマジで遊んでるだけ。マジで遊んでるの。まあ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 楽しいよ俺は、うん、T シャツの入金ってどうしたらいいんですか。ね DM かね LINE に連絡くれたらアナウンスします、うん、あの T シャツ買いたいんだけどって連絡くれたら、うん、できてるよ。うん、どうなんだろうね。うん。まあだから大学のサークルじゃねえかんなっつってんだけどね。専門学生じゃねえかんねって。それはね、別に大学のサークルの話と俺大学生じゃないからって言ってんだけど、ちょっとよくわかんないんだよね。それはさっきの話だね。うん、利益の付け方が本気っぽい？いや、考えてないよ。24,800円で売りたいってだけで。うん、ただそれだけ。10枚売れたら24万熱いねみたいな、本当にそれだけ。なんかネットの人って全部サービスが無料だっぽ、無料っぽい、なんかあれを感じるよね。何でもタダでできるっていう感覚がなんか根強い感じがするね。うん、なんかお金かかるのが普通っていう感覚だから俺は。なんかそこはよくわかんねえわ。いやだから俺はなんだろう、先に買う人が得をしてほしいの。なんか在庫で売れ残ったものが安く売るって嫌じゃん。先に買った人が損するっておかしくね。だからその商売に対するなんかカウンターでもあるわけ。思想が入ってるの。先に買ったらお得っていう。うん。だって先に買う人ほどファンだもん。なんで、ありがとう！花火ありがとう MC！ ありがとう。そうそう、映画、めちゃめちゃ俺も楽しみにしてるよ。ありがとう、ありがとう。うん。やっと普通の会話ができた。ありがとう。うん。なんでバカでかいサイズ売れ残るほど作ったの？違うんだよ。私たち太ってるから L で、L でって言ったら S ないんですか？みたいな。なんか統計取ったの。そしたら、こんなに L？俺 XL とか言うから XXL2 つとか X2XL とか作ったんだけど買わねえの。私の S はないんですか、私 M が欲しかった。お前 L、 って俺何度も聞いた時 L が多かったから L 多めに作ったんだけどって。だから俺の予想通りだったの最初の、まあ、あの M と S が一番多くて、SML が普通に多くて、まあ、XL1 枚の、まあ、2XL とか 3XL いらないなみたいな、もう予想通りだった。うん、だから俺もびっくりしてんだよね。うん、うん、5000円で買うって惨めか。いや別に俺はそうは思わないけど、うん、まあ、いいじゃん24,800円で買えば。別に俺原価で買うわって言えばいいんだから、あ定価で買うわって言えばいいんだから。そう、買わないやつがうだうだ言ってるっていう。で買った人からはいや良かったよとかさ、ツイッターとかで自慢してくれたりとかさ、すげえ物いいってさ、今日届いたわ、わだありがとう、ありがとうって言われてんだよ俺。買った人からは、
買った人からありがとうって言われて、買ってないやつから詐欺だって言われてんの。何これ。笑うっしょ。うん。ねえ、記事いいよね。うん。何なんだろうな。あ、だから嘘のサイズ教えたんだろうね。うん。買わない人が嘘のサイズ言ってたんだよ。お前らの方が詐欺だろうって思うよね。ウケるよね、ほんと。ありがとう、いいね、99個ありがとう。いや、だから、まあまあ、もう 2XL、3XL に関しては、まあ、売れねえだろうなと思って。まあ、売れたらいいなと思ってるよ。残念だけど。いや、もうしょうがないでしょ、こればっかりは。うん。なんでうちのところだけこんなうだうだ言う人いるんだろうな。他のところでうだうだ言ってる枠ってないと思うんだけどな。なんでここってこんなうだうだ言われやすいんだろう。いや、買う人いい人ばっかりだね。うん。うん。シワが素敵とか、ほこりっぽくていい、ごめん、洗濯してから着るね、ごめんねって言ってたよ。本当にそんな感じだよ。和道の匂いがする、臭いって、ほこりっぽいから洗濯してから着る、ごめんねっていうの、超嬉しい、ありがとうって。私喘息持ってるから本当はね、ほこりのまま着たいって本当に言うんだよ。本当に言うんだよ、うちのリスナーさん。あ、喜んでもらってるわつって、和道さんありがとうって、梱包してないから段ボールでびちゃびちゃのまま届いたからびっちゃびちゃだわって、ありがとねって、思い出になったって言ってくれるの。ダメだよ、ミノムシ、そういうこと言ったら。ダメだよ。シワもホコリもなかったって。梱包もしっかりしてたって。やめてよ。ネタ潰しでしょ、それは。それはダメでしょ、ミノムシ。シワもホコリもなかったって。やめてよ。うん、あ、でもね、1枚売れるごとに値上げは俺も考えた。うん。で、俺もそれは考えたけど、今回はこれでいく。30着限定5000円。なんでかっていうと、それでもう前提で売り出しちゃったから。後から変えるとやっぱ違うじゃん。なんかしっくり来ねえから。2回目からやったりとかもいいんじゃないの。うん。被災地グッズではねえよ。うん。DM？ はいはい。DM。うん。あ、はいはい、了解です。LINE やってますかね？ LINE でやり取りしてます？ DM の方がいいですかね？ LINE やってんのかな？ LINE、DM の方がいいですか？ LINE じゃダメ？匿名さん。匿名さん、LINE じゃダメ？ LINE、LINE や、もやってない人もいんのかな？うん、あ、LINE ID はね、あれなんだよ。俺のプロフィールに書いてあるんだけど、俺 ID 検索なぜかできないんだよな、俺の LINE。うん。なんかスタンプ、匿名ですって送っといて。プロフィールページに書いてあるから。ね、夏の思い出だからね、記念にいいじゃんね。なんか面白いよな。何なんだろうな。うん、 LINE 了解です、送っといてください。ていうかさ、のんちゃんと連絡取れないんだけど、それが俺不安でしょうがないんだけど、なんかすっげえ嫌な予感すんだよね。昨日ツイッターで書いたんだけど、すっげえ嫌な予感すんの。すげえ嫌な予感する。なんかね、ざわざわするんだよね。ざわ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 。なんか夏、なんかのりこが最近減らってなかったけど、なんか激減らモードののりこになってたから、
や、いや、うん。いや、どっか行ったら朝起きたらいなかったんだよね。で、連絡もう電話出ねえんだよね。うん。なんか嫌な予感すんな。すっげえ嫌な予感する。うん。フォローありがとう。え、骨折れてんの？出ねえな。なんだろう、なんかね、昨日の夜、もう一昨日ぐらいから減らってたの。荒野の追悼会行った時には減らってて、なんか嫌な予感がすっげえするんだよね。荒野なくなったよ。荒野本当になくなったよ。要は俺がそのキャスバーに YouTuber に行って、なんか女の声がした、女と飲んでたんでしょうって、また妄想が始まって、いやごめんねって、飲んでないよって、ただその女性の人もいたから何人か、要はね、荒野の彼女のカヌちゃんに嫉妬して、でまあまあ俺リスナーさんと飲みに行ったりとかしたんだよ。でまあとある人とその後に別のところにも行ったので、朝帰りになったのよ。で電話もしたんだけど激減らってて、会話もしなくて、もう2回連続だから俺も寝ようと思って疲れてたから寝たので、朝起きたらいなかったの。なんか嫌な予感すんだよね。何ごもっともなく今日帰ってきてくれたらいいけど、連絡ないのは困るよな。いや、探してあげてって言われてもね、家にいるんだけど、こういう時は。でも、俺から離れるっていうのは、そっとしておいてっていう合図だから、まあ、気が気じゃないよ、本当に。はいはい、来てくれてありがとう。か、もしくは、普通に俺のことが嫌いになったか。まあ、でも、もやもやするよね、こういうのは。なんかその病気のことなのか俺に対することなのか全然話が違ってくるから、もやっとするよ。俺が単純に嫌いだったらもうね、別れようっていう話で終わりだけど、まいったな。そう、下手にね、彼女も彼女でそのいろいろ大変なんだから。いや多分ね、薬の量減らしたって言ってて合わないんだと思うの。最近薬の量が減って鬱だって言ってたの、3日前ぐらいから。だからご飯も俺が作ってたのね。最近ご飯俺作ってたじゃん、 YouTube ライブとかで。あ、いいよいいよ俺やるよっつって。だからね、ちょっと苦しそうだなと思ってたの。和道さん薬の量減らして変だって言ってて、でその4日ぐらいだからね、多分ね薬が合ってないんだよね。距離を置いたことっていうか、まあこういう時は大体良くない大事件が起こる時なんで。だから嫌な予感がするって言ったのはもうそういうこと。すげえ嫌な予感がするの。はい、ワドツ、心配だよ。
浮気なんかしないんだけどな。本人も疑りたくないんだけども、それはどうしようもないんだろうね多分ね。やだよ。その後も作ったの、その次の日も作ってんの、2日連続作ってんの俺。浮気はしないよ、うん、だけどのんちゃんはもう俺が他の女の人を接触するのがとにかく嫌なの。もうそれはどうしようもない、本人も悩んでんの、うん、もう本人もそれが、その自分が嫌なんだよ。だからそれはもうみんな知ってるじゃん。うん、うん、昔からのんちゃん知ってる人だったらもう知ってるん。愛はどつ、はあ、早く帰ってこないかな。まあとりあえずね、電話だけでもつながったらいいんだけど。いや、まあ結婚は違うけど、結婚したら解決するっていうのは子供だよ。うん。結婚したら解決するって思ってるのは子供。うん。だってずっと一緒にいるんだもん。結婚もクソもないでしょ。そうじゃなくて人としてどう向き合っていくかじゃん。のりこと俺が。そうそうそう、体っつうかそのね、心がもう疑っちゃうんだよ。だからキキキリンの結婚のアドバイスがかっこよかったよね。結婚は若いうちにしなさいって。なんでですかって。うん、大人になっちゃうと気づくから、結婚する理由なんてないって。キキキリンほんとかっこいいよね。勘違いだからって、若い時にする勘違いが結婚だから、勢いでしちゃいなさいって。30超えて見識ができたら結婚なんてできないわって。すごいよな、達観してるよね、かっこいいよね。俺もね、ずっとあの部屋にいるの良くないと思ってるし、まあ、やっぱりね、ずーっとやっぱ20時間ぐらい寝てるわけだから、ずーっと寝てるわけじゃん。俺は起きたら放送してるから、でものりこはずっと寝てるでしょ。普通に睡眠もとってるわけよ。だからね、やっぱりね、辛いと思うよ。動けないんだよ、のりこは。だからなんとかしてあげたいけど、俺はね、病、ね、医者じゃないから、そばにいるしかできないからね。うん。いや、毎日じゃん。ずっと後ろに寝てるじゃん。俺が放送ここでやってるとき。もう1年ぐらいその状態だよ。ご飯食べるときと、俺がまあ、いびきうるさくて起きてて、多分昼間洗濯したりとかしてくれてるけど、ほぼ寝てるんだよ。だからもう本当に重度の鬱なんだよ、のんちゃんは。コンビニ行くの嫌がるぐらいなんだもん。お風呂も4日、3日入らないもん。で、たまーに機嫌がいい時なんかすげえハイパー躁状態、テンションが高い。まあ俺はその時ののんちゃん大好きなんだけど、もう、難しいよな。うん。あ、でもね、俺ね、とある人からとある名言聞いたよ。メンヘラのリスナーは配信者と付き合えばいいって。ベストカップルだ。メンヘラの女の子は、メンヘラの女リスナーは配信者と付き合えばもうベストだって。うん。だってお互いが求めてることが成り立つんだもんって。すげえなと思った。うん。束縛しちゃうわけじゃん、メンヘラは。ずっと部屋の中で喋ってるだけなんだもん。絶対離れないから。よくよく考えたら揉める要素が一つもないんだよ。うん。いや、趣味とかそういうレベルじゃない。俺も見つけてほしいと思ってるけど、そういうレベルじゃないのよ。お風呂すら入れないぐらいの。
もうずっと寝ることしかできないから、すごく辛いと思うよ。なんとかしてあげたいけど何にもならんよ。やっぱりもう本当にお医者さんにね頼るしかないけど何もできないよ、うん、そっとしておいてあげるしかできない。まあ、ちょっと普通の状態だから1年間だから20時間寝るってどういうことか考えてごらんよ。普通じゃないのは分かるでしょ。異常事態なんだよ。通常の感覚とはまた別の感覚だよね、うん、なんかね俺ね最近配信で思うんだけど、あのね結局便所太郎さんがどれさんがって言ってるけど、俺良くないなと思うのが、あのね信じてるんだよ。要は便所さんがね言ってるワドー詐欺じゃんつって、カメラ詐欺じゃんって言ったら、あワドーはカメラ詐欺なんだ、悪いことやってる、止めないとみたいになっちゃうの。なんか俺その配信で問題になるの全部この構造だと思ってて、なんかドレさんが、いやワドは根っからの詐欺師だって言って、ドレさんのファンはそうなっちゃうんだよ。もう信者なんだよ。もう絶対ダメだと思って、だからその信者化させないっていうか、俺のこと信じるなよ、フラットに見ろよって。だから誰かの信者になったらアウトだよ。もう冷静な判断ができないの、自分で考えられないの。いやもっと風評被害よりもきついよ。要はその人の考えは正しいんだって、もう囲いってそういうことだから。この人を言うなら間違いない。和道さんは映画撮らないんだ。絶対そうなんだ。リスナーさんを助けなきゃ。騙されるみたいな。いや、俺はだから便所に文句言いましょうっていうよりも、その本人がやばいと思ってるから。別に便所さんは冗談とかね、で言ってるわけでしょ。だって本当にそうなったら絶対便所配信やるわけじゃん。ネタで言ってんのを冗談を冗談として捉えられないわけよ。そうそうそう。全て肯定しちゃってる。それだから囲いはまずいって言ってんの。俺の囲いそういうところあるって。囲いは俺は禁止してるから。俺のこと信じるな疑うなっつってんの。信じるな疑うな、ただ見ろって。で自分の考えをコメントに載せろって言ってんの。信じてください、俺のこと信じろって。これ宗教なんだよ。ついていきます、全部正しい、この人は間違ったことやらない。囲いってそうでしょ。アンチは逆、お前が言うことは全部嘘だ、お前が正しいことなんてやるはずない、俺は戦う。これがアンチ。似てるでしょ。囲いとアンチって一緒だから、プラスかマイナスかってだけなの。だからそうじゃなくて普通に自分の考えを述べられる人が俺は好きなの。俺だから信じろとか言わないじゃん、うん、適当に見てっつって、で適当にアイテムちょうだいって、うん、だから囲わないでほしい俺は、うん、普通にリスナーでいてほしいの。リスナーで、うん、そう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 、見えなくなっちゃう他の意見が。もう完全にこの人についていきますってなっちゃう。俺はそれ危ないと思ってるから。でも配信ってその傾向が強いよね。要はね、配信者で大手になるっていうのはリーダーだから、そういう力が強い、カリスマが多いのよ。要は金梅さんとかも、要はこの人についていきたいっていうかさ、例えば便所さんもそうだし、みんなそうじゃん。大手になる人ってみんなそうなの。あ、この人の考えを俺取り入れたいとか、こいつ間違いないって同調し合って強くなっていくのよ、どん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 。俺はそこ危ないなと思ってんだよね。もっといろんな意見を多角的に見ないといけないと思ってて、こういう見方あるよね、この人の立場だとこう考えるよねって、それこうトラブルになるよねって、ここを避けようとかさ、なんか、うん、ここに問題点があったらこういうやり方あったよねっていうのが普通の感覚だと思ってるから、うん、だからなんかこう、うーん、で特にあるのが、最終的に人格否定になったらもう負け。
要はお前は過去にとかお前はこういう人間じゃんっていう人格否定はもう論外、うん、それってただあなたのこと嫌いだって言ってるだけだからでしょ。その人がやろうとしてることとかどういうことをしようってことじゃなくて、ただその人が嫌いだから信じられませんって言ってるだけなの、一言で済むの。だからそれはもう絶対変わらないから、嫌いなもんは嫌いでいいですよって、うん、そうそうそう、リーダーシップっていうかね、影響力、カリスマっていうのかな、なんかねこう心に響くんだよ。俺鮫島さんとか見ててもたまに俺も響くもん。なんか鮫島さんそれはねガッて入るときたまにあんの。あーでかっけーなっつって、俺本当に鮫島さんは、鮫島さんと香川さんは本当に俺びっくりしたんだけど、アイテム購入ボタン花火1個買おうとしてたの。あとドレさんもあったな、ドレさん香川さん鮫島さんあった、この3人で、あの購入ボタンでクレジットカードのところで、あ俺クレジットカード持ってないやって冷静になったのクレジットカード持ってない、買えねえじゃんと思って、ダメだわと思って冷静になるの。でもそういうなんかね、この人に花火投げてみたいな、この人かっけえっていうところあるんだよ。いやあるでしょ、俺あるもん経験で。今最近は見てないけど、鮫島さんは2回ぐらいあるし、俺ここで花火投げてえなみたいな、匿名で。ドレさんにもあるし、香川さんも1回だけある。ドレさん1回、香川さん1回、鮫島さん2回あるので、クレジットカードでいつもああってなんだよね、うん、カリスマのね定義は無根拠、要は根拠がないのに言い切れる人、そして実行できる人が俺カリスマだと思う。何の根拠もないのに俺できるからって言い切るので、どんな反論があってもあ大丈夫大丈夫できるっつってやっちゃう人、それが俺の中でのカリスマ。無理だよとかダメだよとか、いろんな意見がある中で、あ、できるできるっつって、本当にスッてやっちゃう人がカリスマなの。だから、ヒカルくんもカリスマなの、俺。大丈夫、スワードさん、キャッチします。って言って勝つの、普通に。だから、俺はカリスマじゃないのよ。あ、勝つ勝つ、余裕余裕とか、頑張ります、行きますっつって思いっきり負けんのよ。嘘だろって。だから、俺は偽物なのよ。そう。だから、なんか、周りにカリスマがいっぱいいるわけじゃん。あ、だから、あ、こいつら持ってんな、みたいな。特にあのやっぱヒカルくんにはそれを感じるよね。なんか信じたくなるっていうか、あもう絶対大丈夫だヒカルくんって安心感があるんだよね。まあヒカルくんはやるよなみたいな。そうそうそう。うん。掛け算できないんだよ。テストの点数マイナス5点取るんだよ。わさ期末テストマイナス5点っすって。えって。全問あるじゃないですか。俺。全部0点じゃないですか。名前間違えたんすよ。マイナス5点っすって。嘘だろってなるじゃん。なんかすごいよね。うん、未だに掛け算言えないからね。小映えはまだいるんじゃないの。小映えっていうのはなんか、金梅さんのリスナーのことを小映えっていうわけだから、いやレベル高すぎるでしょ。自分の名前書けなかったんだよ。うん、いや結構パンチが効いてるエピソードだよね。いや面白いよな。初見さんいらっしゃい。よろしくお願いします。金梅さん大手の人と絡まないよね、最近ね。なんだろうね、うん。俺はね、カリスマになりたいとかじゃないな。カリスマになりたいんじゃなくて、業界の中にはいたいけど、仙人みたいになりたいね。だから勇者が、おじいさんになった勇者が訪ねてくる老子みたいになりたいんだよね。うん、そう、なんつうの、うん。カリスマね。まあでも、なんだろう。
俺は俺で面白おかしくやっていくよ。だからね、所ジョージかっけえなって分かんなかったの。子供の頃この人何みたいな、何の人みたいな、ハゲてるしギター持ってるけど歌ってないじゃんとかさ思ってたんだけど、今所ジョージかっこいいもんね、タモリさんとか。はい、こんばんは。業界って何の業界ですか？何の業界の話ですか？ごめん、ちょっと日本語が分かんないです。他の音が絡まなくし、あー、そうなのかな。おー、なるほどね。初見さんいらっしゃい。なんかこうカリスマがどうとかじゃなくて、なんか遊んでたいな俺は。なんかこう世田谷ベースみたいになったらいいなと思ってるね。うん、本当に。ごめんなさい、何言ってるか全然わかんないです。ゆうさん、ごめんなさいね。あの、何の話かわかんないです。おい、たむたむお疲れ、わざつー。うん、なんかね、その、やっぱね、5年もやると、最初の3年ぐらいは俺が主役だ、みたいなのあったのよ。絶対成り上がってやる、みたいな。俺ね、結構ね、今ね、すげえ好きで、この世界が。なんか、こう、淡々と、こう、ここで生き残っていけたらいいな、みたいな。うん。その、なんだろうね。主人公とかじゃなくていいけど、すごい重要キャラでいればいいや、みたいな。なんかあった時に、和道だよねっていう。なんか、こう、ピンポイント爆弾みたいになりたいんだよね。これをやるんだったら和道だよねっていう感じで生き残っていったらいいなと思って。で、まあ、コアな仲間がいたらいい。コアなリスナーさんがいたらいい。うん。なんかね、要はね、キッズ受けしないよ。女の子受けしないよ。だから、その、確実に光と影で言ったら俺は影だと思ってんの。で、ここを分かってくれる人がすごく俺は嬉しいから。だから、その、配信外ほど俺の笑いについて俺に語るの。オフ会とか、俺の表現に対して俺に語るの。いや、俺それ仕掛けてやってんの。俺だからって言いたいんだけど、和道リスナーって、あの時のあれが面白いんだよってそこ分かってくれてんの。すげえ嬉しいの。アンチが、わーつまんねえとか、わーとか言ってるけど、違うって、ここなんだよとか言ってくれんだよ。これ振りなんだよとかさ。そう。だからコメントで書かないで、ロムって笑ってくれてんのよ。うん。だから、なんか、あ、のんちゃんだ。あー、なるほどね。ちょっと電話するわ。そうだよな。うん、なるほど。うん、予感が当たった。うん、うん、いや、思った通りだった。あの、ちょっと待って。あの、この話、すごく聞いてて、あの、すごく重要なことだから。いや、予想通り。すごく大事な話をする、今から。のんちゃん。もしもし。うん。お疲れ。ありがとね。連絡くれて。うん。うん。あのさ、今放送中なんだけど、あの、うん、俺ね、のんちゃんが今考えてることって、ものすごく大事なことだから、これ、俺言いたかったことだけど、うん、ちょっとシェアさせて、うん、放送で載せて。うん。うん。あの、LINE で書いてくれたことを説明してくれる？俺、もう一回。だから、うん、なんか、うん、まあ、うつの人っていうか、うん、そういうのに限らないと思うけど、うん、なんか常に、うん、なんか、騎士願望みたいなの持ってる人は、うん、なんか、きっかけがなくても、突発的に、うん、なんかそういう行動に、うん、なんか、分かる。出ちゃうっていうか。
わかるわかる。だから俺もすごく中も分かってたのよ、そのこの話って続けるべきじゃないっていうこと、配信でも。だから、うん、なんか、うん、怖くなったんでしょ、要は呼んでるんでしょ、もうなんか、うん、そっちで配信とか聞いてると、うん、ずっと、うん、なんかこうやこうやとか名前出てきて、うん、なんか死神は徘徊してて、うん、ロハーコさんも死んじゃったし、うん、荒野も死んじゃったし、うん、なんか怖くなって、うん、もう自分もなんか怖い思いして、うん、思いしてたのにさ、うん、和道さんどっか出かけちゃってさ、うん、今度は他のさ配信者のさ、うん、なんか相談とか載ってるしさ、うん、こっちはさもう自分のことでさもう精一杯でさ、そんなさ人が死んだとかさそんなことさなんか哀れんでる場合じゃないのさ、うん、もう明日は我が身でさ、うん、いつ突発的にそんなのが起こるか分かんないしさ、うん、うん、すいません、はい、だから家に避難した。 OK、 分かった分かった、しばらくそっちいる？うん、うん、分かった分かった、なんかだから電話で連絡取り合おうよ。うん、うん、あの心配だから連絡取れないのだけやめよう。うん、 OK、 うん、うん、で落ち着いたらまた来るようになればいいよ。うん、うん、ありがとうね、連絡取ってくれて。うん、うん、ありがとう。大丈夫そう？落ち着いた？家に帰って。うん、うん、正直に話してよ。うん、俺ほらバカだからさ、のんちゃんのことさ、気づかないからいつも。だから喋って。昨日のはもう嫌だった。うん、ごめんね。でもさ、その、うん、うん、うん、わかった。ごめんね。そんなさ、うん、女配信者の相談に乗りに行くなんて言ってなかった。うん、昨日もそれ、うん、説明したでしょ。とある人から連絡行ったでしょ。そんなのなんかさ、うん、誰が一番さかわいそう大会になっててさ、うん、なんか見てるとアホらしい。うん、分かった。じゃあ連絡取り合おう、電話で、電話とか LINE で。うん、うん、うん、 OK、 ありがとうね、連絡くれて。うん、うん、はい、切るよ。うん、うん、はい。要はね、メンタルの病気を抱えてる人にとって、その死者をさ、死んだっていう話をこするっていうのはダメなんだよ。すごく影響を与えるの。うん、だから話さないことだよ。うん、マキルっていうさ、リスナーがすごい賢くて、いつもね、コメント打ってくれるマキルのツイートを見て、はって思ったんだけど、うん、違う、引き込むから、うん、同じ問題を抱えてる人を引き込まれる。いや、ダメなの。それは、要は、なんていうのかな。普通のメンタルを持ってる人にはあれなんだけどさ、ダメなんだよ。公の場で話す内容じゃない。
だから、なんだろうな、のりこだけじゃないと思うよ。日本中にいると思う。うん、わかんないよね。うん、それもわかる。うん、そう、そう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 。まあいいや、話変わった。これはね、でもね、こういう人がいる、こういう気持ちになるんだっていうのを知っておいてもらいたかったの。うん、それで終わり。うん、だからダメよ。うん。で、俺ね、今からね、ちょっと出かけるわ。だから、ちょっとね、まあ、のんちゃんの言う通り、のりこの判断正しいよ。ちょっとしばらく俺から離れるっていうのは。だから俺、それ尊重するから、しばらくのんちゃんと、メールで連絡は取り合うけど、ここにはいない。その方がいいと思う。しばらく落ち着くまで。部屋にこもる台本何の話ですか。うん、うん、おしまい。うん、はい、みんなおはよう。俺さ、ちょっと出かけてくるわ。よし。配信見てないんだよ、もうのりこって。実はのりこって昔は携帯後ろでコメント書いてたんだけど、もう実はね、配信一切っていうほど見てない。何にも分かってない。他の配信すら見てない。のりこがコメント打ってんの見たことないでしょ、他の枠とかでも。昔は、あ、どっかにのんちゃんいたよとかあったけど、ないでしょ。ああ、ありがとうございます。ありがとう。いやー、すごい嬉しいよ。うん、すごく大事な彼女よ。うん、晩飯の準備する。うん、ありがとうございます。花火、そうそう。うん、ちょっとシャワー浴びて出かけます。僕は。皆さんありがとうございます。じゃあね、一旦終了します。ありがとうございました。お疲れ様です。あれ、これか。ありがとうございます、渋谷のわんこさん。